雲が浮かぶ広い青空の下、海の上には大小の船、岸辺にはベネツィアの都市の重要な建築物が軒を連ねています。18世紀イタリアの芸術家フランチェスコ・ガルディが1765年から75年頃に制作したサン・マルコ湾から望むベネツィア。船から空に突き立つマストと岸辺に左右の方向に立ち並ぶ建築物は、画面の手前と画面の奥という描かれた位置、そして垂直と水平の要素であるという点で対比的な造形要素となっています。大鐘楼、サンマルコの教会堂、総督の宮殿と重要な観光の名所をしっかり描写しながら、それらを画面の手前に表したモチーフとコントラストを作るように表現することで、造形的な面白みも加えた画家の風景を描く才能が光る作品です。